ここサポートセンターっていうところで、住民の方が、ここにいる住民の方が、本当にこう気軽に足を運んでもらうようなところを目指して作った施設なんですけども、とてもこうグレーゾーンなところで、いろんな情報だけがわーっと入ってきて、何も決まらないっていう状況が結構っていう感じの悩みを抱えているような方が多いのかなっていう印象は受けるんですけども、2つ合わせて大体220世帯っていうことで把握はしてるんですけど、やはり体調崩されたりとか、ご家族の方の動きに合わせて自分も動くっていう中で、ちょっと引っ越しますなんて言ってでいなくなる方も何件かはいるようなんですけども、今やってるのはNPO 法人がやってるクルグリーンバスっていうやつで、お買い物をするところに連れてってくれたりとか、そういうところを回ってくれるバスで、あとまだここには到着してないんですけど、曜日ごとに例えばお買い物に行ったりとか、あるいは医療機関を回るためのバスとか、そういうのが村のバスで2台、ここは曜日決めてデイサービスっていう介護保険使って受けられる通所介護のサービスも合わせてやってるので、でここの利用者さんもどんどん増えているっていうのが現状ではあるんですね。ただここで働く実際の介護職っていう部分になると、採用までつながるケースが少ないっていうことで、今本当にギリギリのこの状態で仕事をしているっていうのが現状になってます。もうこちらとしては本当に介護職の方一人でも多く採用までつなげて、こういう実際に困っている方々の手助けをできればっていうことでは思っているんですが、なので本当にもう喉から手が出るほど欲しいというのが正直なところです。ボランティアの方ですとか、そういった方のいろんな協力っていうのをいただいているところで、こちらの方は本当に満足できている状況ではありますので、その辺は本当に全国の皆様にお礼を言いたいというのが正直なところです。